昭和20年、1945年に広島と長崎に原子爆弾が投下されましたが、爆心地から 1.6km 離れた鉄筋コンクリートの建物では、爆風でガラスが割れて、無数の破片が壁や人に突き刺さりました。さらに、室内に入り込んだ爆風で、机や椅子、ガラス片や人が室内を回転するように舞い、多くの人が痛々しい状態になって亡くなりました。そして今後、日本に上陸してくるスーパー台風でも同様の被害が出ます。古い木造家屋はバラバラに吹っ飛びますが、丈夫な鉄筋コンクリートのマンションなどでは窓ガラスがやられます。そして原爆の時と同じ現象が室内で発生します。無数のガラスが壁や人に突き刺さり、家具や人が室内を回転します。核兵器の場合は爆風は何度も発生しませんが、台風の場合は何度も建物を襲うので、たちが悪いです。また、一般的な台風ですら、広島に落ちた原子爆弾1万8000個分の運動エネルギーがあると言われているので、スーパー台風がいかに大きな被害を与えるのか、想像を絶するのではないでしょうか。スーパー台風になってくると、何も入っていない、からのペットボトルが飛んできても、ガラスを貫通しますが、金属製の雨戸でも、雨で濡れた雑誌が高速でぶつかってきたら、破損する場合があります。効果があるのは、2枚のガラスの間に合成樹脂を挟んだガラスで、ハンマーやドライバーなどで突き破ろうとしても貫通しない防犯ガラスです。爆弾テロ対策として開発された防犯フィルムもあります。防犯性能試験に合格した商品には CP マークがつくので、購入時には確認してください。これらはスーパー台風のみではなく、空き巣対策にもなりますし、新たに雨戸を設置するよりもコストが安く済みます。防犯ガラスとは違い、強化ガラスというものもありますが、これは粉々になって割れ、飛来物は貫通するので、スーパー台風対策にはなりません。また台風が近づくと、戦時中のようにガラス窓にガムテープを貼っている光景を見ますが、スーパー台風では無意味です。命の安全を確保するためには、台風の場合、ある程度進路予測が可能ですので。台風被害が少ないと予報が出ている地域の親戚、またはホテルなどに避難するのが安全だと考えられます。自宅に留まる場合は、雨戸があるのなら、雨戸やカーテンを閉め、窓ガラスが少ない部屋で台風が過ぎるのを待つことになります。窓ガラスが少ない部屋がなければ、天気予報で風向きを確認し、風向きとは逆の部屋で、窓が見えない場所で、ヘルメットや靴を装着し、布団などにくるまって体を小さくしておくことになります。残念ながら今のほとんどの避難所では、スーパー台風には対応できません。過去に窓のそばで避難していたらガラスが割れて怪我をした事故が発生しています。ガラス窓から離れていても、スーパー台風の場合だとガラス片などが部屋中を回転して、多くの人が怪我をすることになります。地下ならガラス窓がありませんが、場所によっては水没するリスクがあるため、よく確認する必要があります。最後に、台風が近づいてきたら鉢植えやゴミ箱、物干し竿や捨てる予定の雑誌の束など、人の手で移動できるものは、極力室内に入れるようにしてください。トラックさえも飛ばされるような状態で、そんなことをしたって無意味だと思うかもしれませんが、自分もしくは他人を怪我させる要因となるようなものは、極力減らすようにしましょう。また、これから家を建てたりリフォームする人は、CP マークがついた防犯ガラスを検討されることをお勧めします。